今年の県産米の作柄などについてこれから話し合われます。需要の低迷、それから資材の高騰などの課題もある中、どのような推移をたどるのでしょうか。今日、新潟市中央区で3年ぶりに開かれた新潟米懇談会には、全農新潟県本部や卸売業者などおよそ50人が出席しました。去年は日照不足や台風の影響で米の収量を示す作況指数が全国最下位となった県内。今年の作柄は平年並みに回復する見込みで、県は今日、主食用米の生産についてコシヒカリが37万5000トン、新之助が2万2000トンと去年を上回る見通しを報告しました。一方、継続再生産の維持ということを考えますと、何としてもですね、価格を回復させなければならないと。去年ウイルス化で需要が減り価格が低下したことや、今年の資材高騰などにより農家の収入は減少し経営を圧迫しています。こうした中、今後米の需給が改善されることを見据え、全農新潟は今年産の販売価格を去年から一定程度引き上げる方針を示しました。この方針に卸売業者からは理解を示す一方、価格面以外での販促の強化に協力を求める声などがありました。非常に今農家の皆さん危機的な状況でありますし、美味しい米に仕上がると思いますので、やはり消費者の皆さんからも一つまた、新潟の米を食べていただき応援していただきたいと思います。今年産のコシヒカリは今月中旬に販売が始まる見込みです。